綺麗なお姉さんと歌うのコーナーです。はい、一回ゲストキーさん、指ある方、はい、あ、ちょっと見てじゃあ綺麗なお姉さんと今日はやらせていただきます。忙しい中ありがとうございました。とんでもございません。それで一曲道草というのをやりますが、作詞は岩井宏さん、童謡フォークの騎士っていうか、岩井宏さんですね。紙芝居とかサラリーマンバカにしちゃダメとか、で作曲は香川亮さんです。やります。楽しく、ぶっつけ本番なんで一回も練習したことないんで、ちょっとまあその辺はちょっと勘弁ということで、息が合ってるからこれがあるから大丈夫。じゃあよろしければよろしいでしょうか。じゃあよし、じゃあ行きましょうか。本当はイクちゃんも、いい女が一人来たんですけど、すいません。じゃあ、はい、やります。
りにそんなに甘くない。がっくり肩を落としてお家へ帰る。はい、どうぞ。おい、がっくり傘を落としてお家へ帰る。ちいさんはいつもがっくり落とさないんで、もう上手に歌うから。でも終わっていいでしょうか。最後みんな何回やるか。今回とおしまいかもしれないけど、ありがとうございました。